今日はね、実は夕方、納車がありまして、そのお客さんはね、最近横須賀に越してこられたんですよ。会社がね、越してこられて、でそれでね、うちで車を買ってくださいまして、で彼女と一緒に来られたんですよね。で2人でどっかね、いい、こっち全然わかんないからいいところ知りませんかって言うんで、私のお気に入りのね、このレストランをね、ご紹介しました。でね、じゃあ、お教えしますよっていうことで、今日納車したんですよ、そのお車でね。そうするとね、なんかメリットがあるんですよね。私飲めるんですよいっぱい運転手がいるから、まあ、この後ね、お店で落っことしてもらうんですけど。でね、まあそんなわけでね、まあ、今日はゴールデンウィークでね、ちょっと向こうで今騒いでる連中がいますけど、ちょっとうるさいと思いますけどね、まあ、若者がね。でちょっとね、この後夕日も撮影したんですけど、ここはウッドデッキになってるんで、ちょっと揺れるかもしれません、画像がね。ちょっとそういう理由わけなんでご容赦ください。で今日の夕日はね、この間アナキさん、そしてミーハンに捧げたんですけど、もうね、鋭い人はね、分かってると思います。ミノさんなんか多分分かってますよね。タルトパパも分かってるかな今日はね、ピアノカフェさんに、この夕日を捧げます。昨日はどうも本当ありがとうございました。素敵な曲をね、素敵な曲と演奏をね、使わせていただいて、おかげさまでね、いい動画が作れました。またね、場所を変えてね、いい動画が撮れたら、またね、編集してピアノカフェさんの